久しぶりに、蔡英文総統の顔を拝見し、話することができて大変嬉しく思います。いかがでいらっしゃるでしょうか。ご案内の通り、今夕の東京での日華人懇談会の総会が開かれまして、それに続く懇親会のサプライズとしてですね、総統とウェブで、お目にかかることにいたしました。私は日華人懇談会のですね、顧問の立場でありますが、普段から総統のお世話になっている日華懇会長の古谷圭司さんの計略に従いまして、また解散の時刻調整にご協力をいただき、感謝したいと思います。谢谢您，我真的很高兴，有这个机会跟安倍前首相进行视讯。前一阵子我们有交谈的机会，不过都是在电话上。今天在视讯的时候看到你本人，看到精神很好，非常的高兴。那去年疫情最严重的时候呢，我们得到了日本方面的协助，给我们提供很多的疫苗，让我们能够管控。我们整体的疫情，尤其是 Omicron 所带来的这个冲击呢，我们也都可以把它管控住。那台湾现在整体的疫情呢，算是稳定啊，所以我还借这个机会要谢谢我们日华垦的所有的参众议员对台湾关系的贡献，也要谢谢安倍前首相，菅义伟前首相，还有我们现任的岸田首相对台湾的支持。そうですね、コロナウイルス感染症対策の初期段階で、たくさんの、マスクや医療用ガウンを、頂戴しました。その後もですね、医療機器などをお送りいただくなど、日本に対する台湾の友情を、大変、ありがたく思っています。それはもちろん私だけではなくて、日本国民の多くがそう思っています。そして、11日前はですね、東日本大震災から10年目となりました。その折の台湾のご支援をですね、日本人としても忘れることはありません。改めて、台湾の皆様に御礼を申し上げたいと思います。我也非常期盼我们今后双方能够继续的一起努力，来培育我们台日的进一步的友情。哦，那福岛核电厂的事故发生11年以来，世界各国都陆续的放宽或者是结束对日本食品的相关的进口的限制。哦，那台湾也在上个月宣布放宽，也松绑了福岛无限食品的管制的措施。展现台湾愿意接受国际的标准，以及面对并且解决困难的贸易问题的决心。那经济跟贸易的成长是国家稳定最重要的因素之一。台日之间呢，可以一起努力，让印太地区的经济可以更强而有力。那么也期盼日本持续的促成台湾加入 CPTPP。今、総統が触れられた CPTPP はですね、私が総理であったときに合意、発効したものですが、創設の10カ国の閣僚間ではですね、新たなエコノミーの加入を通じて協定を拡大していくというですね、決意が示されております。現在は英国との交渉が始まったところですが、台湾が協定の原則を受け入れ、そしてまた、協定の高い水準を満たすことで、早期に加入が実現することをですね、強く期待しています。非常感谢这个方面的支持哦。那么台湾跟日本携手合作，克服了疫情跟自然灾害的等等的难题哦。那么当前的乌克兰的情势持续还是严峻，国际社会也都高度的关注。那乌克兰人民挺身奋战，保卫国家跟捍卫民主自由的决心哦，让全世界都非常的动容，也让台湾我们的台湾人民感同身受哦。那台湾作为全球民主的伙伴的一员哦，我们已经参与了对俄罗斯的经济制裁，也已经启动了对乌克兰的人道救援的行动。那么今后台湾将持续坚定的和乌克兰站在一起，跟民主自由的价值站在一起。私が総理を退任してからですね、1年半余りが経ちますが、その短い期間にも、
本当に多くのことが起きました。そういえばですね、菅総理の後任を選ぶ自民党の総裁選では、民進党党首として、高市早苗候補とのウェブ対談に応じていただいたことですね、私からも御礼を申し上げたいと思います。で、日本と台湾とがですね、外交レベルや職業を超えて、より親密になることを、私は大変、嬉しく、望ましく思っています。今、総統が触れられたウクライナ情勢については、ロシアの侵略であり、私たちが築いてきた国際秩序に対する深刻な挑戦です。日本は国際社会とともに、ロシアが直ちに停戦し、兵を引くよう圧力をかけていかなければなりません。那么这一次俄罗斯入侵乌克兰的行为，基本上是动摇了国际的基本原则，那也受到民主国家的谴责，那这种以片面武力的方式改变现状，侵害民主国家的主权的举措，绝对是不能容许在印太地区发生，深信这是国际社会的共同的认知，也。要借此感谢日本持续在各种的国际的场合，强调台海和平稳定的重要性，期盼今后持续的深化台日各种交流合作，共同促进我们区域的和平稳定。昨年ですね、私は台湾のシンクタンクのシンポジウムにおいて、台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事であると申し上げたわけでありますが、これは私の危機感の表明でもありました。私が提唱しました自由で開かれたインド太平洋構想とは、日本や台湾が位置するこの広大な海は、国際法の下、自由で開かれた海でなければならないというものです。当然、武力による一方的な現状変更はあってはなりません。地域の安定のために、日本と台湾が情報共有も大変大切であると考えています。是台湾高度的认同自由开放印度太平洋的内涵作为印太区域的一员我们也期盼贡献区域和平繁荣那台日共享自由民主人权跟法治的这些共同的价值观彼此呢也互为重要的贸易伙伴跟友人那么在安全上面也更是一个安全的伙伴那本人相信呢，台日关系还存有很多合作的空间，也希望说今后呢，我们持续的跟日美等理念相近的国家共同合作，来实现这个理想。ありがとうございます。まだまだ話は尽きませんが、日韓銀懇談会における懇親に平和を譲る時間となったようです。またこのような形で、お目にかかれればと思いますし、もちろん、台湾を訪問させていただいて、親しくお話しできる機会が早く訪れることをですね、念願しています。谢谢您，我今天非常感谢有这个机会跟安倍前首相会晤受益良多那我也非常期待能够有机会在台湾，接待您到台湾来访问。我相信在台湾很多的人都希望，能够看到您到台湾来访问那在这里我也要特别感谢在场的国务会司日华肯会长今天安排这个视讯那我也很高兴看到我们谢长廷大使在现场，以及很多长期支持台湾的参众议员都在现场我们希望就是说疫情赶快结束，有机会跟在座的所有的好朋友能够再次的见面。我预祝我们日华肯年度大会成功圆满，顺利谢谢，谢谢各位，谢谢。ありがとうございました。谢谢。谢谢，再见。